Thank you, Jeff. Good morning, everyone. My name is Junji Yamano. I'm a global development leader of Next. I'm very proud to join this immediate introduction. Sorry, I speak in Japanese. コードの開発に商品の開発に対する投資です。コードは今回の FMCで重大なことです。とても長い歴史を持った企業です。この歴史を絶やすことなく将来につなげていくことが我々開発チームに課せられた大きな課題です。我々が出した課題は既存のお客様に加えて若い方にも積極的に選んでいただけるという、そういうことです。そうは言っても、若者にするよりも、彼らが憧れる素敵な大人になれる手段です。この、ような若者の価値観を満たすことで、 彼らが大人になった自信を感じることができるか、そういう車にしたいというふうに考えました。この車を通じて我々が伝えたいメッセージはアブソリュート。お客様が自信を持って選択できる車というだけではなくて、我々提供する側が自信を持って進められる車でありたい。 そういった意味がこのメッセージには込められています。このメッセージを具現化するために我々は3つのキーワードを挙げました。ダイナミクス、キャプティベイティング、アップスケール。セダンが持つ普遍的な価値を取り上げて、魅力的な最新のテクノロジーを適用し、 一クラス上の上質な車を目指しました。ディメンションとパッケージです。今回ホイールベースで50mm拡大し、伸びやかなプロポーションにするとともに、座席のスペースを大幅に向上しました。そして前方を15mmに下げ、 前幅を10mm拡大することで、ワイドアンドロームスタイルをさらに強調しました。また、Aピラーを100mmに移動することで、ワイドな視界を実現しました。この後、特徴的なディメンションをいくつかグラフで紹介します。 最初にドライビングポジションです。横軸は地面からドライバーのヒットポイントまでの高さです。縦軸はフロアからヒットポイントまでの高さです。ドライバーのヒットポイントを25mm下げることで、スポーティーで安定した運転姿勢を取るだけではなくて、車の重心を下げることにも大きく貢献しています。 次に、リア席のスペースです。横軸は、リア席に座った人のヒップポイントから、くるぶしまでの、縦軸は、膝の前のクリアランスです。まあ、見ていただいて分かるように、圧倒的なリア席のスペースを実現し、例えばこのようなチャイルドシートも、ドライバーが窮屈な思いをせずに、余裕でセット。 最後に、ドライバーの視界です。横軸はドライバーから見た右側の視野です。縦軸は左側の視野です。Aピラーの移動と断面積の低減により、ワイドで爽快な視界を実現しています。 次にエクステリアのスタイリングです。
ロングウィルスカンニング、伸びやかなプロポーションベースに、力強い動き、スリープなキャビン、ワイドなスタンス、それと、豊かな抑揚面とシャープウィルスで構成されたダイナミックカーブといったところがスタイリングの特徴になります。今回、スリープなキャビンを実現する手段として、ルーフとサイドパネルの接合に、レーザー溶接を採用しました。これにより、ルーフサイドの、黒いモールが廃止できて、スッキリとした見栄えが実現できました。筒体のデザインです。ヘッドライトは LED を横一列に並べることで、美しく印象的なデザインをした。リアのコンビネーションランプは一目でアコードと分かるような特徴的な形状を採用しています。次にインテリアデザインです。インテリアはこのような開放的なコンサートホールをイメージしてデザインしました。こちらがスケッチになります。インパネからドアにかけて水平基調のデザインをし、空間の広がりを演出しています。またフローティングタイプのセンターディスプレイを採用することで、薄型でスッキリとしたインパネルとなっています。サイドの加速についても、一クラス上の質感を目指して、作り込みを行いました。今回特に、ステアリングの形状にこだわりました。昨晩生産にも見ていただきましたけれども、スポーティーで握り心地の良いグリップ形状をするとともに、ブライドタッチでも正確に、操作できるように、ステアリングスイッチの配置も気を使いました。今回このメッセージを十分に表現した車ができたと考えています。後ほど、試乗の際に、ぜひ体感してください。最後に、今回ペトロールエンジンは全て下級エンジンを変えました。これはアコードにとって非常に大きな変化です。私は長年エンジンの開発を行ってきました。その経験から下級エンジンの低回転から発生する大きなトリックが、エンジンの特性として非常に重要だと考えます。それは例えば信号待ちからの発進やハイウェイの合流、追い越しといった、日常の使い方で必ずその良さが実感できるわけです。ですので、この下級エンジンの加速の良さも合わせて体感してください。それでは、続けてダンさんに、具体的な技術について、説明してもらいたいと思います。ダンさん、よろしくお願いします。 Thank you very much.